アグネス・ザワツキーはアメリカ合衆国の女性フィギュアスケート選手。2010年世界ジュニアフィギュアスケート選手権2位。両親はポーランド人でアグネスが生まれる直前の1994年にシカゴに移住した。兄が一人いる。スケート選手は裕福な家庭が多いが、アグネスは母子家庭で育ち、母はブルーカラーで、 スケートを続けさせるための資金が足りず自己破産もした異例の背景を持つ。両親はアグネスが3歳の時に離婚、父は10歳の時に死亡した。多額の費用がかかるフィギュアスケートで母ジョランタはベビーシッターや介護などで週7日働き資金を捻出した。スケーターを夢見ていたが家が貧しく通うことができなかったジョランタは娘には 不自由をさせないと誓っていた。母が10時間以上働くときは、祖父が車で送り迎えをし、祖母が食事を作り、一家で、アグネスを支えた。1999年にスケートを始める。一般向けの安いフィギュア教室を開いていた、シカゴのリンクに通い始め、そこで才能を見出された。2007年にノービスクラスで、全米選手権地区予選に初出場。 本戦にまで進出し4位となった。2008から2010年シーズンには、ジュニアクラスに昇級。本戦進出はならなかったが、トム・ザカライセックの指導を受けるため、コロラド州、スプリングスに引っ越した。2009から2010年シーズンに、全米選手権で優勝。初めての国際大会となった世界ジュニア選手権では2位となった。 なおこの世界ジュニア選手権でメダルを獲得したアメリカの選手はザワつきだけであった。初めての国際大会、しかも世界選手権でいきなり2位という成績は大変なことで、この成績のおかげでスケート連盟からいくらかの支援を受けられるようになった。2010から2011年シーズン、シニアクラスに昇級。初めてのシニアでの国際試合となった。 グランプリシリーズのスケートカナダでは一番滑走から SP で3位につけたが FS でジャンプのミスが響き6位。続くロステレコムハイでも SP2 位から FS でミスを連発し4位とあと一歩で表彰台を逃した。しかし初めてシニア選手として臨んだ全米選手権ではピューターメダルを獲得し世界ジュニア選手権では2大会連続で表彰台に上った。 2011から2012年シーズン、コーチをクリスティクラールに変更。グランプリシリーズでは、SP、FS と共にジャンプミスが、相次ぎ、昨シーズンよりも、順位を落として、ロステレコム杯で7位、NHK 杯では8位に終わった。また、全米選手権では、SP1 位と好発進を切ったが、FS では、ジャンプミスが、相次ぎ3位になった。 2012から2013年シーズン、US インターナショナルクラシックで優勝し、国際大会での初優勝を飾る。3年連続出場となった、ロステレコム杯で3位となり自身初のグランプリシリーズのメダルを獲得した。全米選手権では、SP2 位から FS で7位と交代し、2年連続の3位。2013から2014シーズン、 2011年まで支持していたトムザカライセックにコーチを戻した。ソチオリンピック代表選考も兼ねた全米選手権で昨年から大きく順位を落とし11位となり、念願のオリンピック出場は叶わなかった。6月には2014から2015シーズンの試合を欠場することを発表した。キャッチングサムジーズザワッドスキーランズウィズシクライセクハット ザワッドスキーディサイズ2テイクオフ2014から15シーズンハットザワッドスキーザップスハーデーモンズ4オリンピックシーズンハットザインサイドエッジウィルソンコレオグラフス43ありがとうございます